曹洞宗中国管区教化センターがお送りしておりますラジオ放送今日の心私の心。ここでは過去の放送の中からもう一度お届けしたい作品を紹介していきます。今日は2011年3月放送、島根県曹洞寺ご住職千葉哲志郎氏によるご法話、言えなかった感謝の言葉です。言えなかった感謝の言葉というお話です。修行時代のことです。怠惰な生活が心身から抜け、ようやく修行生活に慣れてきた頃、私は天祖という修行僧に食事を提供する係になりました。それまで包丁など握ったことのない私にとって、その天祖での生活はまさに苦労の連続でした。料理を作ることはおろか、要領よく洗い物を済ますことすら満足にできません。来る日も来る日も先生役の和尚さんや先輩に叱責される辛い日々が続きました。そんな生活が3ヶ月余り続き、ようやく包丁がうまく使えるようになった頃のことです。夕食に使うかぼちゃを切っている時、ふとかつて祖母や母がよくかぼちゃの煮物を作ってくれたのを思い出しました。栄養になるけん食べなさいという祖母や母の言葉に、こんなまずいものいらんわとよくわがままを言ったものでした。自分はかぼちゃの煮物一つ作れず、料理を作ることがこんなに難しいことも知らずにわがままを言っていたんだなぁと思った途端、涙が溢れ出していました。泣きたいと思ったわけではありませんでしたが、後から止めどなく涙が頬を伝い、しばらく厨房で一人泣いていました。経験しなければわからないことというのは世の中にたくさんあります。修行を終えて帰ってきた現在でも、年老いた母が食事を作ってくれています。食後、ごちそうさまでした、ありがとうございましたと、あの頃言えなかった感謝の言葉を必ず口に出すことにしています。朗読は鳥取県長寿寺副住職古川和源さんでした。